県内で今日新たに292人の新型コロナウイルス感染が確認されました市町村別では仙台市で199人大崎市で12人石巻市で10人多賀城市と七ヶ浜町でそれぞれ7人などとなっています年代別では30代が最も多く60人次いで10代が53人 10歳未満が51人などとなっています仙台市の保育施設でこれまでに6人が感染し市がクラスターと認定しました県内の日曜日の感染者数は289人、570人、426人、437人と推移し今日は292人と前の週から145人減少しました